木の北小学校有原分校です。ここはねもう廃校ですね。もう私が小学校の時にはありましたけど廃校です。よいしょ、こっち体育館かな。2名の方ありがとうございます。マスクをしながらなんでめっちゃ息荒いですけど、3名の方ありがとうございます。地元の、もう廃校小学校、廃校の小学校ですね。おう、ゆうかたん、お久しい。こんなことばっかりしてるんですわ。帰省も取れて、ちょっと地元やったらぶらついてもいいかなって感じで、今ちょっとオカルトなグループに結構入ってるんで、廃校を見に来ました。生きてたよ。死んでねえよ。生きてる生きてる。ゆうかたんも生きてた。お子ちゃんも元気。これもめっちゃ山奥なん、ここ今ね。うん、実家の、あ、はいはいはい、え、実家の旦那の実家は京都になってんよ。あ、そう、ゆうかたんの旦那さんの実家って滋賀やったもんな。違ったっけ。私の記憶ではコロナのせいで体力あり余ってまんねん。いや、体力はあるよ。私も全然コロナにはかかってないよ。ほら見て、めっちゃ山奥でも、ほらめっちゃ今日天気、そうやな、滋賀やったよな。近江八幡かどっか言ってたもんな。見て、めっちゃ綺麗くない？今日めっちゃ天気いいんやけど。ちょっと廃校の中覗いてみる？私が通ってた小学校じゃないけどね。これ見えんよね、絶対に中。中ってこれ見えてる？あ、外しか映ってないよね。いやいや子がね。そうそうそう。よいしょ。覚えてるよ。そら覚えてるさよ。これ体育館なんよね。うん。こう、ほら、見て。ちっちゃいよ。だって、ここ文庫やからさ。ほらほら、体育館。見て。これ、飛び箱がある。めっちゃ懐かしくね。そうそう。まあまあ、コロナにもかかることもなく、一応、滋賀県はほら、そんなに、コロナ発生率は、患者さんも少なかったし。そうやね、あのね、管理はしてあると思うよ。いつぐらいに廃校、いやもうかなり前廃校になってからもう2、30年は経ってると思うよ、多分やけど。ダイエットで、ね、山取る体力を削っている。ダイエットしてません。ダイエット、サイドメニューじゃん。はい、サイドメニューさん。私してもあかんのやもん。今日はね、地元です。地元の山奥のね、廃小学校です。まあ多分有名でも、ほら一応ね、多分何かに使ってはると思うの。この辺一応まだちっちゃい子供さんとかは言いはるから、なんかこう塾的なものではないかもしれんけど、なんかね、上靴とか置いてあるから、多分なんか使ってはるわ。多分ね、地元の人がなんかに、うん、そうな、いつぐらい？もう、多分、うん、何年も前に廃校になったん違うかな。もう何十年やと思うよ、廃校になったの。私は、ここ東小学校って言って、もっと東の方の、琵琶湖の方の小学校に行ってたんやけど、その時はまだあった。私の同級生の子は、2人ぐらい有原小学校のここに通ってはったし、うん、そんなこと言ったら年バレるから分かんないけど。あ、あ、ひでちも久しぶり。そう、もう山奥、地元の山奥。私は東小学校やったんやけど、で北小学校っていうのがあって、そこの分校で、もうここ、まあ昔は雪がすごい多かったから、
あの小学校とか中学校とか通えなくって、中学校もやっぱり少人数やったから、ひでちゃんやほもうこれみんなあの知り合いばっかになっちゃったね。でもちっちゃい、私前に来た時にはね、もっとなんかこうなんかもっと古い感じがしたけど、なんか新しくなったような気もせんでもないんやけど、でも廃校になってからは復活とかもしてないし、そうみんなどうしてる？あれ秀中もお仕事とかも変えたんじゃなかったんかいな。スエッチの激戦に負けたら、そうなあれけぶあつあつ森？うん。うちの子ももう年長さん、うわ早いな。年長さん、お仕事帰って1ヶ月休業。もう帰って1ヶ月休業。うちなんかさ、もう何？そうや、もう早いよな。だってみんなアフリカ TV やもんね、つながりは。ほんまに。ひでちはちゃうけどな。ひでちはもっともっと昔からお付き合いあるけど。あわんうち年長さん、ほんまやな。あわんうち年長さんやな。ひでちゅうが来てる。あ、そうなん、ひでちゅう。ひでちゅう。覚えてる。覚えてる。会ったことはないよ。会ったことはない。あの、やってる時に。うん、やってる時にね。そう、アフリカ TV やってた時に一緒にやってた、あの時はだからトリコちゃん。そう、で、ツイッターも。あ、そうや、だからゆうかちゃんとかも、だからアフリカ TV やから覚えてる、覚えてるかどうかわからんけど、あの、トリコちゃんっていう、うん、やほやほ、そう、トリコちゃんなの。トリコちゃん、トリコちゃんや。私と一緒にたまに、百物語とかで来てもらったりとか、あとは何や。なんかででもキャスしてる時に登場したりしてたよな。一応私は見てるし、うん、コメントも書いたし、そう、うーん、私のアフリカ TV の時にあのよくコメントを入れてもらった。百物語、百物語は言えてない、そうか、ありがたや。百物語はな、あれラピオがよく言ってたからな。百も言ってないもんな、あの時40部かそんな。途中で終わっちゃったからね、あれ百物語になってないからね。うん、まあ今日はちょっと廃校で、この後なんていうのかな、有原の成平っていう人の有名人やねんけど、お墓に誰か知らない、まあ有原の成平ググって、そこのお墓に行ってこうかなと思って、一応なオカルオカルトはオカルタやから、私オカルタやから。すいません、僕覚えてない。ゆうかちゃんは分からんかもね。たまに来て、たまにっていうか、どっちのが多分一緒には、有原の成平ね、有平の投げ平なれ。なんなんやそれ。カタカナで書くと呼びにくいわ。晴れ広投げ広。もうやめて。カタカナめっちゃ読みにくいんやから。そうそう。ここでまあまあ、なんか15分も20分も、ちょっとじとはしてられへんから、とりあえず一旦、切るかな。またあの、繋がった時に、何人拾う、何やオカルタ、いつの間に、な、2年くらい前にオカルタになってんや。オカルタになってん。あの頃よりはな、随分幸せになったよ。あの、彼氏もできたし。もう、あの、彼氏もできましたんでね。なんとかようやく。今はあの、超幸せでございます。あの、ちなみにあの、彼氏さんもオカルタでございます。オカルタ仲間で仲良くなったんですよ。そうそう。トツ仲間。そうそう。トツ仲間。まあ、お仕事やけどね、今日は。まあ、地元来てるだけやから、地元にはまあ、一緒には来ることはないし。そう。ほな、まあ、次のところに行こうと思うんで、もしよかったら。ムフフ、ムフフって言わんといてないのに。そうそう。あの時はめっちゃ悩んだったもんな、そやねん。あの時はめっちゃ悩んでたんや。うん。もうあの時どん底やったかな、アフリカ TV の時なんかどん底やけど、でもアフリカ TV に救ってもらったと思う、多分。うん、あのヒデチュと一緒に楽しかったよ、結構ね、アフリカ TV の時。なんやかんやったら、あの針を打てたけどね。いろいろちょっとまあ、あれ事情があって、アフリカ TV では針を打てたけど針を打てたけど、あれはでもあれで、あのヒデチュとかと一緒に踊ったり。ちょっとヒデチュの踊り最近見てないかみたいな。そうやね、最近踊り見てないもんね。そう、愚痴っとった、まれにじゃない、もうしょっちゅう愚痴っとったと。まああの、なんていうの、
イニシャルトークをもう越してたかもしれない。もう本人バレするような名前ばっかり出してたかもしれない。まあでもまあ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 。うん。そこはもうまあ、ぶっちりとそれはまあ、ひでちゅうと、まあ、その他みんなのおかげで、ね、ぶちっともう。今は元気です。そう。今はもう大丈夫です。大丈夫です。ね、あの時もひでちゅうにいろいろと助けてもらったし、助けてもらったというか、なんちゅうの、まあ迷惑かけたね。うん。でも楽しかった。それがあっての今、そうそう、楽しく吹っ切れた。うん、また踊って。そうそう、あれやったっけな、何坂やったっけな、乃木坂何やったっけな、なんとかの釜、あれやったっけな、あれ、なんていう、なんやったっけあれ、かおおかおやったっけな、かかカーテングルグルじゃなくて、なんだっけ、なんだっけあれ、忘れちゃったよ。わかりました、なんだっけね、なんやわからへん。何やったっけ、乃木坂のカーテングルグルじゃなくて、何やったっけ、あ、ぐるぐるカーテンか。おかまのな、あのセリフに書いてな、よう踊って踊ったもんな。あ、レジンつけ、あ、そうそう、ついにレジンの手をつけた。それ私ももう3、4年ぐらいレジンをやってる。うん。また、いろいろと。今はあの、マスクの1日1枚、もう今日までなんやけど、マスク1日1枚プレゼントをずーっと10日ぐらい毎日やってて。まあそこそこみんな。応募もしてくれはったりで、今日はもう最終なんだけど、よかったまだ22時までやってるんで、カレピツイート見てムフってなってる、え、いつもか、あ、カレピ、そう、あのカレピのはあの一応ツイートはした、ツイッターしたはんねんけど、でもあのフォローも何もせず、そうそう、たまにね、あのカレピじゃなくてあの相方さんっていう、あ、ゆかちゃんもし欲しかったらというか、あのもう今日で最終回なんやんか。でもしよかったら22時までやってるから、一番あの固定ツイートになってるやつに、コメントでリツイートというやつに、YouTube を登録済みっていう社名を貼ってもらって、で、いいねを押してもらえれば大丈夫です。大好きと伝わってくる。来る？ほんまに？うん、大好きやもん。そんなこと、あの、見てへんかと思ってな。書いてるけど。バレたら大変なんよ。あの、彼氏やっていうことは言いふらしたらあかんと思ってるから。なんですと、もう今日中やねん。今日中やで。今日の10時まで。この乙女が、いやいや、もう一生ずっと乙女。いや、ずっと乙女やで。ずっと乙女なんやけど、実らぬ乙女やったから。そうそう。ゆうかちゃん、ほんで、だからもう今日の10時までやから、晩の。で、ほんまやったらずっと10日ぐらいやってて、10日間ずっと毎日、あの、応募でなくても、当たる当たる限らず、応募してもらったら、一番最後のその、なんていうのかな、40人、YouTube の登録者数が突破しましたので、その記念の抽選会があるんやけど、とりあえず、まあ今日してもらっても、1ポイントやけど、当たる可能性はあるんで、そうそう。一番多い人はね、7ポイントぐらいしたはず。あ、ありがとう。42日目、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日もね、これまた、動画にして、まあ、時間があったら、載せたいと思うんで。ひでちゅう、落ちちゃったんかな。うん。大丈夫、大丈夫、うん。またいつでも来てくれるから。そう。まあ、また、まとめて。あ、いた。そうそう。またね、この後ちょっとまた動画をこの中とか外とかちょっと撮って、それをまた編集してしたいと思うんで、この後またちょっと、有原の成平。何やったっけ？有原の成平やね。針ひれの投げひろでもなく、有平の投げひらでもない。行ってくる。行けるかどうかちょっとわからんのよね。あの、山はちょっと登っていかなあかんから、昔に来たことがあるんだけど。あ、大ちゃんさん、初見さんいらっしゃいませ。ありがとうございます。もしよかったら、登録、ツイッターの登録と、この通知と、なんか3点、またよろしくお願いします。だからツイッター見てもらったら、YouTube とかもやって、有原の成平だったのに、有原の成平かもしれません。有原やったかな、有原の成平やったんかいな。知らない。地元やのに。あ、そうなんですね。有原の成平なんや。なるほど。地元やねんけど、勉強になりました。私ら有原の成平やと思ってました。あの、お墓があるので、ちょっと行ってきたいと思います。今から。アリババのアライグマ。ナイス。
座布団は1枚あげます。座布団食べていってください。うん、そう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 、なんて書いてある、やっぱり有原、やっぱ有原、あ、本当だ、有原の成平だった。大ちゃんすごい。そうです、はい、平安時代初期から前期にかけての貴族有原のグランデ。もうだんだん名前変わってきてるんやけど。まあもう少しお墓まで行けなかったらその手前ぐらいでまたキャスするんで、今からちょいとあの体育館とかちょっと周りの方を動画だけ撮って番に編集できるようにするんで、とりあえず一旦落ちます。またまたよかったら来てください。はい、また来てね。